はい、皆さんこんにちは。はるくん、今日はデラックス期間切れの当てくじを作りました。イエーイ。ということで、今回の当てくじの景品はデラックス時間ギレードが一等になってます。合体させたいね。その他の景品は2等がパラドクスライドウォッチ&ガンバライジングカードになってます。これはテレビくんの付録なんだけどね。そして3等はライダーキックスフィギュアの仮面ライダージンフライングファルコンになってます。ジンだよ、ジン。さらに4、5、6等はスーパー戦隊チョコ用意しましたんで、こちらもね、大当たりシールが出てくるのか、ハルくんゲットしたら確認してみたいと思います。そして今回の抽選方法は時間ギレードのくじをめくってってもらいます。チャンスは景品が6個なんで6回です。いっぱい6回めくることができます。今回はね、ハズレがいっぱい入ってるよ。まあいいよ、頑張ってね。それではまずは1枚目めくってください。ライドキックじゃん。そこいいよ、めくれません。それじゃあ、お、4等おめでとう。4等はどれ、はるくん。これ、あ、戦隊チョコだ。やめちゅう。いいよ、じゃあ開けてください。おーい。ゼロツーが返事してるじゃん、早く開けてよ。はい。あー、外れー、残念。そして中吉だね。それでは2枚目めくってください。はい。どこ、いいよ。あー、残念。それでは3枚目めくってください。はい、いいよ。どこどこ、おー、残念。それでは4枚目めくってください。痛いの、あ、なんかできたの。4枚目めくって、そこ、おお、1等出た。おめでとう。それでは1等の景品取ってください。やったね、合体させれるよ。いや、気持ちいい。最強ギレードと合体できるよ。うん、後でやってみようか。はい。それでは5枚目のくじめくってみてください。ペッパペッパペッパ。そこ。うん。おお、2等出た。それでは2等の景品取ってください。はい。2等の景品どれ？でちょー。はい、はるくん、テレビくん1月号付録のパラドクスライドウォッチ&ガンバライジング限定カード付録ゲットしました。この中にはライドウォッチとガンバライジングカードが入ってるみたいなんで、開けて確認してみましょう。はい。じゃあ、テレビくん1月号の付録箱から出しました。組み立て式なんだ、これ。完成品が入ってるのかと思ってた。そしてガンバライジングカードは仮面ライダージオディケイドアーマーが入ってました。バースト面はこんな感じになってます。ディケイドだって、いいね、ディケイド。組み立て式のライドウォッチ初めて見ました。知らなかった、こんなのがあったんだね、付録で。そしてね、これがライドウォッチのボタンになります。こんな感じでね、合体させれば完成するみたいです。やっぱり合体さす、お、合体したね。はい、シールを貼って組み立てました。パラドックスライドウォッチになります。それでは気になる音声をね、聞いてみましょう。
パラドックス。パズルと格闘、2つのゲームで戦うライダーはパラドックスだ。アーマータイム。マッサルパラドックス。はい、こんな感じのね、4種類の音声が入ってました。それではラストになってしまいました。6枚目めくってください。これが最後だよ、はるくん。お、3頭おめでとう。すごいね、はるくん、1,2,3,4 って全部取っちゃったじゃん。それでは3頭の景品取ってください。 Gジンだ、はるくん。はるくん、最後6回目、3頭の仮面ライダージン、フライングファルコンのライダーキックスフィギュアゲットしました。ジン、ジン出てきたね。箱から出しました。フライングファルコンになります。こんな感じだね。そして手首の付け替えパーツも入っていました。ということでね、手をね付け替えることができます。こんな感じでね、手を付け替えることができます。開いてる状態だね。このライダーキックスフィギュアは全身16箇所稼働するみたいなんでね、好きなポージングを指すことができるんで、なかなかね飾っとくのにぴったりなねフィギュアになります。はるくん、6回くじを引いたので当てくじ終了。はい、それでははるくんがゲットしたデラックス時間ギレードを開けて遊んでみましょう。うん、全然いっぱい。じゃあ、おー、出てきた。10って書いてある。 10? ああ、時間ギレードの電池入れました。じゃあね、音声聞いてみましょう。時間ギレード。うん、この時間ギレードは剣と銃にね2モード変形するんでね、ちょっと刺してみましょう。うわ、めっちゃかっこいいじゃん、これ。次は上部のボタンを押してカウントダウン攻撃してみましょう。タイムチェンジ。5、4、3、2、1、0タイム。ギリギリギリ。次は10モードでカウントダウン攻撃してみましょう。次はライドウォッチをセットして必殺技をね発動してみましょう。フィニッシュタイム。よー、ギリギリスラッシュ。おー、いいじゃん。それではね、最後に最強必殺技使ってみます。グレードをセット。ここでね、トリガーを引きます。はい、こんな感じでね、今のが最強必殺技になります。ただね、ハル君が買った最強グレードがなんか接触が悪いんだよね。ここ押さえとかないとしっかりね噛み合わないんだよね。これは初期不良なのか、パパたちのね使い方が悪いのかちょっとわからないけど、ちょっと残念。
押さえとかないと音声ならないからね。広げてみたいな、一応あ、怒号拳激怒と比べたら怒号拳激怒の方が長いんだ。で、あーすごい、怒号拳激怒より長くなったじゃん。アタッシュカリバーとホッパーブレードが一番長いんだ。うん、すごい。じゃあ仮面ライダーゼロワンの武器が一番長かったっていうことだね。うん、はるくん教えてくれてありがとう。はい、ということでね、皆さんもいろんな剣を出してね、長さ比べをねしてみてください。はい、それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。すごい。